F1 評論家のピーター・ウィンザーは、カルロス・サインツとマックス・フェルスタッペンの組み合わせを、レッドブル・レーシングで見たいと考えているが、セルジオ・ペレスの契約延長の噂があるため、この移籍は実現しない可能性が高いと考えている。サインツが、オーストラリア GP での勝利を収めた後、ウィンザーは、トップチームがサインツを検討しない理由がないと強調し、特に、レッドブルでのサインツとフェルスタッペンのペアリングを好ましいと見ている。しかし、 すでに来期の契約を結んでいるシャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンに加え、ペレスの契約更新の噂が、サインツの選択肢を限定している。ウィンザーは、サインツにとっての現実的な選択肢は、メルセデスで、ジョージ・ラッセルと共にプラグインイヤーを過ごすことだが、これは、彼にとって理想的な状況ではないと述べている。この状況は、F1 のドライバーマーケットにおける戦略的な動きと憶測に光を当てている。コメント F1 評論家のピーター・ウィンザーは、カルロス・サインツとマックス・フェルスタッペンの組み合わせを、レッドブル・レーシングで見たいと考えているが、セルジオ・ペレスの契約延長の噂があるため、この移籍は実現しないと述べています。すでに、ペレス、レッドブルが契約しているという噂を聞いたのは初めてです。なんとも言えませんが、個人的には、まだなんじゃないかと思っています。1、ペレスは、昨年も、 中盤移行調子を崩しましまた中盤の状況を待たずに契約するでしょうか ?2 もし契約が決まっていればサインツアロンソなど契約の噂が立つでしょうかお互い忙しい身ですから無駄なことはしないと思いますでも本当のところは分かりません